被災八幡宮は、三重県津市被災2の町にある神社。本殿の建築様式は、神明造り、社殿は、破風後廃寄せ棟造り。被災八幡宮は、もともと、被災半領内の尾土木村に、鎮座されていた、八幡宮が1670年に、被災藩初代藩、首都道高通りの命により、古典の鬼門の方位にあたる、現在の地に移され、 被災八幡宮として鎮座したのが始まり。明治維新の廃物希釈によって、合祀は、三重県では、特に著しく、県内の神社は9分の1以下になり、万町鎮座の、あたこ神社、西高あ町鎮座の被災神社、外21社が、被災八幡宮に合祀され、また社名は、土地の救命にちなみ、延べの神社に改称された。廃藩後も毎年一月一日には、 被災藩藩主の被災闘道や、二日には、津半藩主の闘道家から平白が建てつられ、1906年に、新鮮平白領とも新神社に指定され、社格として尊者に劣せられた。大東亜戦争の終戦とともに社格が廃止され、津市では空襲があったが被災では戦災を免れた。ただし、被災出身の戦没者を忍び、1966年4月に、 被災英レーデンが造営された。また、新域での教育環境が幼児期に最良と考え、1969年に、延べの幼稚園を開園した。2020年には、御鎮座350年を記念して、社名が被災八万宮に服された。ありがとうございます。